ひろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこ式ボーカルレッスン動画です。さあ、今回お送りするのはこちら、声帯のメカニズム。以前私の動画でウォーミングアップのボーカルフライというので、この声帯のメカニズムを少しだけご紹介しましたが、もう少し分かりやすく声帯のお話ししていきたいなと思います。声帯とは脊椎動物の喉頭の上部にある発声するための器官です。と、脊椎動物っていうのはですね、お魚とか、まあ基本的に鳴くやつら全員この声帯ついてます。これが脊椎動物と言います。みんな声あるよね。そんな人たちは、そんな子たちはみんな声帯がついているんです。その喉頭っていうのが喉の喉仏あたり、喉仏のあたりのちょっと上のこの裏側ですね、イメージとしてはこんな感じについています。この二枚ひだが空気が通るたびにバタバタと振動して、それで音になるんです。喉頭の位置もう一回説明しておくと、口があって喉があるよ、全部まあ喉ですけど、このあたりね、はい、咽頭っていうのはね、こういう全部咽頭なんですけどね、まあ、コロナで耳鼻咽喉科の先生が咽頭だけはみんな綺麗なんだよなって言ってました。いいことで、そんな声帯、二枚ひだって話今ちょろっとしたけど、こんな感じで二枚ひだがついています。これがこうバタバタと振動して音になるわけです。この声帯のこの空気が通るところを声門と言います。この声門を空気が通ってバタバタさせるだけの、音がこんな音です。あー、これがボーカルフライというやつです。私のウォーミングアップの動画をご覧いただければやっておりますね。この声帯というのが、まあ、二枚ひだという話をしましたが、ちょっと輪ゴムで説明をしてみると、この声帯が緩まっていると低い音になりますね。だって息がさ、はぁーってこれ音当たったでしょ、はぁーってだんだん声帯を閉じていって、はぁーとだんだん声帯を引っ張れば引っ張るほど高い音になって、緩ませれば緩ませるほど低い音になるということになります。このメカニズムをなんとなく頭に入れておくと、あ、自分の今声帯がこういう状況なんだ、こんな風になってんだ、だから声帯の周りの筋肉を鍛えるのは私はいいことだなと思いますので、きちんとしたトレーニング法でこの声帯をより引っ張ったり緩めたりというのが楽にできる筋トレなどをして、皆さん発声してもらえるといいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。高評価ボタンも押してね。チャンネル登録してください。